トランパス。トランパスは、名古屋市交通局、名古屋鉄道など、名古屋県の鉄道、バス事業者で、共通利用されていた、磁気記録式乗車カードシステムの名称である。トランパスとは、英語の、トランスポート、交通機関や、トランスファー、乗り換えるの説当時であるトランスクリプションと、パス、トールを組み合わせた造語である。トランパスの後継として、非接触式、 IC カード乗車券マナコが2011年2月11日に導入された。これに伴いトランパス対応カードは2011年2月10日に発売終了し、翌年2012年2月29日に利用終了となった。以下の事業者の路線で利用可能であった。カードを自動改札機に直接投入していり、出場する。入場時に入場情報を書き込み、 出場時に乗車した区間の運賃を生産する。また、名鉄、地下鉄の間を直通列車などで移動する場合も、出場時に、名鉄、地下鉄の乗車区間の運賃を一度に引き落とす。ただし、カード残額がその隣の駅までの最低運賃に満たないと入場できない。なお、出場の際に経路が複数存在する場合は、車局間をまたいだ場合も含めて、 改札を出ることなく運賃は一番安くなる経路を用いて生産される。自動券売機での乗車券購入や、自動生産機での乗り越し生産にも利用できる。ただし、複数人や子供が利用する場合や、トランパス非対応駅で出場する場合は、あらかじめ自動券売機で乗車券と引き換え、乗車券で入場する必要がある。なお、名鉄においては、自動改札機。 自動券売機、自動生産機及び生産窓口における運賃の支払いのみに使用できる。例えば、入場券、回数券、ミューチケットは、自動券売機及び発券窓口双方を置いて、現金にて購入する必要があるほか、発券窓口において、乗車券を購入する際にもトランパスは使用できない。名鉄、名古屋市営地下鉄。 リニモの自動改札機は2枚以上のカード、乗車券類の一括投入に対応しておらず、重ねて投入すると、枚数超過となり通過することができず、必ず自動生産機で生産する必要がある。ただし、青波線の自動改札機は、カード、乗車券類の2枚一括投入が可能である。また、名古屋駅の JR 東海線青波、線、 金山駅の JR 東海線名鉄線の連絡改札口の自動改札機は JR 東海の次期乗車券との2枚投入に対応しているため、トカスイカアイコカとトランパスとの同時処理が可能である。有人駅であれば窓口でも乗り越し生産が可能である。名鉄の場合、終日有人駅の中には自動生産機を設置していない駅があり、この場合には 必然的には独自での生産となる。カード裏面には、最大で43回まで、乗降記録が印字される。内容は、利用月日、利用時間、乗車駅、降車駅、乗り継ぎ情報、残額である、参考。44回以降の乗車記録については、特殊な取り扱いを参照のこと。トランパスで入場したが、トランパス非対応駅で出場するなど、 カードを使用せずに出場する場合、カードの入場記録を消去する必要がある。これをキャンセル処理という。これは、駅窓口にある端末で行うもので、改札口の駅員に申し出れば処理することができる。キャンセル処理をせずに、入場記録が残ったままだと、次回からそのカード使用できないので、必ず処理を受けなければならない。名鉄には、 広見線の明智駅三丈駅間の各駅、蒲郡線の三河戸場駅蒲郡駅間の各駅、および名鉄備西線や富駅はトランパスに対応した設備が設置されておらず、トランパスの非対応区間となっている。非対応駅では自動改札機でトランパスが利用できないだけでなく、乗車券を購入することもできない。トランパスで入場したが、誤って、 期待応援で下車してしまった場合、下車駅でトランパス対応カードによる精算をすることはできない。この場合、乗車した列車の車掌、または、降車駅の駅係員にトランパス対応カードを提示し、現金で精算して、生産証明書を発行してもらう必要がある。後日、次回利用するまでに、その証明書とご入場したトランパス対応カードを、対応駅の改札窓口へ提示して、 キャンセル処理を受ける必要がある。トランパス対応区間から上記の非対応区間にまたがって利用する場合に、広見線新加駅及び、鎌郡線平吉賀駅にトランパスを利用のための乗り換え改札口が設置されている。乗り換え改札口を経由しなければ、非対応区間でトランパスを利用することはできない。この区間はマナコも導入されておらず、マナコを使用する場合も、 同様の手続きを行う名鉄尾西線に弥富駅から乗車する場合は、現金で目的地までの乗車券を購入するか、または現金で最低区間、隣の5の3駅まで190円など、途中の区間までの乗車券を購入して、下車駅でトランパスで算することになる。トランパスで入場して、弥富駅で下車する場合は、誤って、 北洋駅で下車してしまった場合と同様に、現金で生産し、証明書を発行する取扱いとなる。なお、ヤト駅はマナコ対応となったので、マナコで利用する場合は、この手間が解消されることになった。近鉄名古屋駅と名鉄名古屋駅との連絡改札口に設置されている自動改札機では、トランパスと近鉄線乗車券の2枚投入、または、 近鉄線対応 i c カード、ピタッパ、アイコカとの組み合わせにより乗り換えができる。近鉄のピタパ導入当初は、次期乗車券とのに対応しているだけで、ピタパ、アイコカとトランパスとの同時処理はできなかったが、その後改良され、同時処理ができるようになった。車、局により、利用方法が異なる。乗車時に乗車口にあるカード読み取り機にカードを通し、 この時に整理券を取る必要はないので、読み取り機に整理券番号が表示される。降車時に運賃箱のカード生産機にカードを通す。この2乗車された区間の運賃が差し引かれる。乗車時、区間2号系統は、降車時に運賃箱のカード生産機にカードを通すと、乗車運賃が差し引かれる。ただし、高速1号系統、栄森の里団地間は、 高速道路を通行するため20円の加算運賃制度を導入しており、高速道路区間を利用しない場合は、乗車時に運転士に申告しなければならない。道路線は大半の利用者が高速道路区間を通過するため、申告しないと高速道路区間前で降りる場合でも、自動的に高速利用料金10円を加算した運賃が差し引かれてしまう。また、 運転士に申し出ることで高速料金だけをカードから差し引くことも可能である。利用可能金額にプレミアムがつく。これにより回数乗車券の代替を目的としているため、名鉄以外の導入事業者では回数券を発売しなくなった。名古屋市交通局ではユリカの発売、1998年5月6日と引き換えに回数券の発売を中止した。 当時はトランパス発足前だったが、名鉄は引き続き名鉄名古屋駅、金山駅を起点とした一部区間で、会券、割引切符を発売しているほか、通常の回数券、自差回数券及び、土休日回数券の発売も行っていた。名鉄は2012年2月29日の終列車をもって、これらの回数乗車券の発売及び利用を終了た。 プレミアムの金額は、下表の通りである。トランパスは、各社、局規定の残高以下になった場合、自動券売機に現在使用中の対応カードを、挿入して2200円分、購入金額2000円3300円分、同3000円5600円分、同5000円のカードを購入すると、今まで使用していたカードの残高を新たに購入した、カードの残高に加算することができた。これを、 積み増しという。ただし、カードの新規発売停止と同じ2011年2月10日、限りでサービス終了となっている。積み増しが可能となる残高は、下記の通りであった。元のカードの残高は新しく購入するカードに引き継がれ、元のカードと新しく購入したカードの2枚が出てくる。なお、 元のカードは回収されないので、誤って新たに購入したカードを捨ててしまわないように注意が必要である。その際に、元のカードの利面最後に増済みと印字され、残高が二重線で消される。対して新たに購入したカードの表面には赤増印字がされ、元のカードの残額と購入したカードの利用可能額を合算した金額が利面に印字される。ただし、 青波線の各駅は自動改札機がカード2枚同時投入に対応しているため自動券売機は積み増しに対応していない。このためカードの残額が初乗り運賃に満たない場合乗車駅では残額不足のカードと残額合計が初乗り運賃以上になる新たなカードの2枚を重ねて自動改札機に投入して入場し降車駅では 入場時に使用した2枚のカードを重ねて、自動改札機に投入し出場する。なお、残額が0円になった元のカードは回収されない。これは、他の共通カード、スルッと関西などとは異なる使用方法である。以下の場合に、乗り継ぎ割引が受けられる。割引額は、右表の通りである。共同運行区間、次の区間を、共同運行区間として扱い、 名鉄バスを市バスとして含める。ただし逆の扱い、市バスを名鉄バスとして含めるは受けられないので注意が必要。カード裏面に乗り継ぎ情報が印字されるので乗り継ぎ割引が受けられるか否かを確認することができる。トランパス対応カードは発売額が2000円以上のカードに限り利用可能者、局の駅の窓口で払い戻しの取り扱いを行っていた。 残額から発売時に付けたプレミアム額、例、ゆりか5600なら600と手数料200円を差し引いた額を払い戻す。なお、発売額が500円と1000円のカードは払い戻しできなかった。マナコ導入に伴って2011年2月11日より手数料なしでの払い戻しが開始された。払い戻しの期間は当面の間としており、 明確なな期間は決まっていない。ただし、プレミアム分が考慮され残額が全額返金されるわけではなく、カード残額発売金額利用可能額が払い戻し金額となる。カードの発行者局は問わず、払い戻しが可能である。なお、カードの残額をそのままマナコへ移し替えすることはできず、一旦払い戻し処理を行う必要がある。 トランパス対応カードを自動券売機に挿入して乗車券に引き換えた後に当該乗車券が不要になった場合現金では払い戻しの取り扱いができないため引き換えた乗車券の金額をカードに戻してカードの再発行を行うただして数量が必要トランパス対応カードの裏面には乗降記録が印字されるが1枚のカードに 最大で43回までの乗降記録を印字することができる。それ以降も残額がある場合、44回目に当たる場所には印字満杯と印字され、そのカードでは自動改札機に投入することができなくなる。この場合、駅の自動券売機、または窓口でカードの再発行を受けることで、印字満杯カードの残額が新しいカードに引き継がれ、 再び残額分のカードを使用することができる。なおトランパス対応者局内なら、SF パノラマカード、ユリカ、青波カードといった引き換えもできる。カードの残額と同じ運賃の区間を利用し、その後、乗り継ぐ場合、一乗車目でカードの残高は0円となるが、残高0円となったカードを使って、自乗車目で乗り継ぎ割引を受けることができる。この場合、 一乗車目でカードの残額は0円となるが、裏面には乗り継ぎ有効と印字され、乗り継ぎ割引が有効である情報が記録された状態になる。これを俗に0円券と呼ぶことがある。続いて、地乗車目に乗り継ぐ際には、駅の自動券売機で0円券を先に挿入し、他のトランパス、または現金を追加することで乗り継ぎ割引が適用された運賃で、 条件を購入することができる。この取扱いは、地下鉄とはおなみ線など、乗り継ぎ割引が適用される乗車方法すべてで有効である。ちなみに、乗り継ぎ割引が適用された後の0円券の裏面には、乗り継ぎ有効の印字のもとに、乗り継ぎ完了と印字される。こうしたことから、ちょうど印字満杯となる43回目の利用で0円券となった場合、 乗り継ぎ割引を利用すると、乗り継ぎ完了の印字は45回目に相当する欄に印字されることになる。これがカード利面に印字できる最高回数である。経路パスなどの地下鉄全線無料パスで名鉄線へ乗り越した場合、トランパス対応駅では、当該乗車券とトランパス対応カードで名鉄線区間の運賃を支払うことができるが、 トランパス未対応の駅の場合はカードを使用することができないので全額現金での生産となる。なお、芝洲地下鉄、共通一日乗車券や土日エコ切符など名鉄線では使えいカードで同線へ乗り越した場合同線のトランパス未対応区間では同様に全額現金での生産となる。トランパス対応駅ではトランパスで生産できるが 自動生産機で直接処理することはできないので、有人窓口でトランパス対応駅でかつ駅集中管理システムの導入された無人駅の場合は、自動生産機の横に設置されたインターホンで管理駅の係員連絡し、管理駅から生産機の操作を受けた上で生産する。時期を帯びたものに近づけるなどして、カード内の時期情報が乱れてしまった時や、折れ曲がるなどして、 カードリーダーに通すことができなくなった場合は、裏面の残額がはっきりとわかる場合のみ、駅窓口に申し出ることで、カードの再発行が受けられる。この場合、カードの表面に再発行したことを示す記号、再が印字される。地下鉄では使用できないバスピルマ割引ゆりかでも、駅窓口に申し出ることで再発行が受けられる。バスピルマ割引ゆりかは、地下鉄駅のみの取り扱い。 使用できなくなったカードは、カードの再発行と引き換えに回収され、返却されない。なお、無人駅では、カードの再発行ができないので、トランパス対応友人駅の改札窓口へ、申し出るか、インターホンで、下車駅の管理駅係員に問い合わせる必要がある。二千三年三月十七日の上、飯田連絡線開業に合わせ、百九十八年五月六日から、 発売されている名古屋市交通局のユリカの方式を名古屋鉄道が採用する形で共通化された。トランパスという愛称は名古屋市交通局と名古屋鉄道が共同で公募して決定された。名鉄は2008年6月29日でトランパスの新規導入を終了した。2012年2月29日をもって利用終了となった。 トランパス導入事業者である名古屋鉄道や名古屋市交通局から2010年度中に IC カード乗車券システムマナコを導入することが発表された。同カードには電子マネー機能が搭載される。その後、サービス開始は2011年2月11日と発表され、予定通り同日からサービスを開始した。マナコの導入に先立ち SF パノラマカード。 ユリカ、青波カードのすべてが2011年2月10日をもって発売終了、2012年2月29日をもって利用終了となった。トランパス導入事業者のうち、名鉄東部交通、名鉄バス東部、愛知高速交通ではマナコの導入を見送った。愛知高速交通については2011年2月1日から普通回数券の販売を開始し、 その後、同年5月15日より、トランパスと同等のプレミアムが付与される、リニモカード、2000円券、3000円券、5000円券の3種。プレミアムのつかない1000円券は、従来より発売の発売を開始した。スイカパスも、アイコカピタパの普及、導入やこれらシステムの相互運用実施も進捗していること、2009年3月26日には、 国土交通省中部運輸局長が中部圏での IC カードについて鉄道各社間での総合利用を促進するように表明していることなどから現在総合利用サービスが提供されていない JR 東海及び近鉄と共通利用できるシステムの導入検討されている名古屋市交通局はマナコ導入後の2012年度を目標にとか及び スイカとの相互利用サービスの実施の検討を開始したことが発表されている。このうち、とかについては2012年4月21日から相互利用が開始され、スイカとの相互利用は後日の通り2013年3月23日から開始されている。また近鉄についても、名古屋市が JR 東海と同様に相互利用できるシステムにしたいと述べているほか、 近鉄自身も前向きに研究していると報道されている。さらに2010年12月20日に、キーとか、パスモ、スイカ、マナコ、とか、ピタッパ、アイコカ、ハヤカケン、ニモカ、シュゴカの総合利用サービス、電子マネーサービスは、ピタッパを除くにって、2013年、平成25年春の実現を目標に検討を開始したとの発表があり、 目標通り2013年3月23日から、相互利用サービスが開始された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。